これはですね、ポルトガルリーグの FC ポルトに所属していたハメス・ロドリゲス選手が両手を広げて喜んでいるシーンを撮ったものなんですね。当時この写真はスペインのスポーツ紙が心霊写真であると報じたためにですね、とても話題になりました。赤い丸で囲っている部分ですね、ハメスが広げる両手の左手の方、そこに灰色の顔色をした人物が映り込んでいるんです。他の人たちはですね、立ち上がって喜んでいるんですけれども、この人物は顔は笑みを浮かべているようなんですが、明らかに周りとは違う雰囲気なんですね。しかもよく見ると半透明になっているんです。そのことから、これはサッカー好きだった女の子が亡くなって死後にハメス・ロドリゲスの試合を見に来たものではないかと言われています。ちょっと悲しい気持ちになる心霊写真ですね。これはまだ若い頃の柴崎岳さんのサッカーの試合の写真ですね。よく見ると彼の右肩に手が乗っているのがわかります。柴崎さんの右側には2人の選手がいるんですけれども、前の選手はグローブをつけているんですね。そしてもう1人の選手は距離が離れていますので、柴崎さんの右肩に手をかけることは不可能でしょう。もし無理に手をかけたならば、左肩の方にですね、その腕が、伸びている腕が映るはずなんですね。後ろに誰も立っていませんから、これは心霊写真だと思われます。この写真は2005年のキリンカップの試合中に撮られた一枚なんですね。柳沢選手の足の間にやや小さめな子供のような手が映り込んでいるのがわかります。ここにですね、もしディフェンダーが倒れていたら、その手にしては柳沢選手の両足の間にありますので、この足の真下に倒れていないとこのような角度では映らないんですね。ですのでこれはやはり心霊写真だと思われます。この手の心霊写真の中でもこれは何かこう助けを求めるように見えますので、あまり良くない写真なのではないかと思われます。次も手にまつわるサッカーの心霊写真です。これはベカルタとジュビロ磐田の試合中に撮られた一枚なんですけれども、右側の選手の太もものところに手が映っているんですね。後ろには誰もいないことがわかりますね。その手をよく見ると爪までもがはっきりと映っていて、小さな子供の手のように見えます。この選手に関わりのある子供なのかもしれません。この写真はですね、プロのカメラマンが撮ったもので、2008年頃普通に J リーグのサイトに掲載されていました。この写真は黒い影がコートの中を走り回っている様子を捉えた動画のキャプチャー画像です。ドイツカップの決勝でボルシア・ドルトムントとバイエルン・ミュンヘル、この試合中に撮影されました。この影はプレー中は動き回るんですけれども、ハーフタイムになるとですね、他の選手たちと同様にピッチから姿を消していくんです。そのことからこの幽霊はですね、こよなくサッカーを愛する人が死後もこうやって出てきてプロの選手たちとプレーを楽しんでいるものと思われます。これもサッカーの試合中に撮られた心霊写真です。アルゼンチンのレーシングクラブとリバープレートの試合中にピッチの周辺をですね、ジョギングしている男の不気味な影っていうのが撮影されたんですね。
そのシルエットからおそらく若い男性だろうと言われています。熱心なサッカーファンの幽霊が試合中に出てきたものだと思われます。心霊写真はですね、墓場とか教会などで写ることが多いんですけれども、全てが怖い場所だけとは限らないんですね。このようにサッカーの試合中に選手と一緒に走り回ったりプレーをする幽霊っていうのがいくつも写真に撮られているんです。しかもその一枚なんですけれども、先ほど紹介した写真と違うのはですね、これはカラーで非常に鮮明に写っているということなんですね。しかもその色合いからユニフォームを着ていることがわかるんです。これも熱心なサッカーファン、または実際に選手として活躍していた人が死んでもなおサッカー場をさまよっているものだと思われます。